界一行ってる額ってどんぐらいだろうって。懸賞金？そう、なんとですよ、うん、嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。レジェンズの方です。じゃあアーバンで、よろしくお願いします。アーバンオブレジェンズです。はい、お願いします。まあ、都市伝説って言ったけどね、今日は都市伝説と言っていいのかどうなのかよくわからないレベルの話なんだけど、邪魔邪魔じゃない、あの、舐め腐ってるとかそういうわけじゃなくて、都市伝説というよりかはそもそもなんだろう、なんだ、知らねえぞ、知らんか、邪魔なんちゃうんです。興味深い話題がありますので。おお、指名手配ってあるでしょ。指名で邪魔されてるやつです。されてねえよ俺。世界一行ってる額ってどんぐらいだろうって。懸賞金？そう、50ベリー。50やめろ、ちょっぱいな。おお、ちょっぱい。2億8000万ベリー。2億8000万。だからワンビルから離れよ。さっきなんだ、俺が懸賞金って言ったらそうなるでしょ。ジョゼフ・コニーというね、ジョゼフ・ジョスター。ジョゼフ・ジョゼフ・ジョゼフ・ジョゼフの中もゼフ。おぉ、ジョゼフコニー。赤いの足が、足赤い。じゃあ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 、もう三時と三時を助けてあげたやつじゃないから。なんか赤いの、なんか赤いの、ハッキーですよ、ハッキー。知らないのにあんまワンピースで例えない方がいいでしょ。バギーですよ。俺バギーじゃねえよ、ちょうど赤いの。ちょうど今赤っからだけど、クッキークッキー、バラバラと行くって。どっちかというとモージー。誰がモージー？マウジー。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 ブランドの人とか。え、ガクガクガク。ガクはもう後で言うわ。後なの？先に言ったのが気にならない。何やったんだろうって。あ、じゃあ。大体だってさ、殺人犯とかで、この人捕まえたら、これこれっていう指名手配が出てるやつでさえ100万200万円。確かに、まあそんぐらいですわな。そこ控えて、ちょっと一旦ワンピースから離れて。はいはい。お前が言うとんねん。俺も乗っちゃったから、みんなそのマインドになってる。そうだね。なんか奥が普通になってるから。そう、ありえないの。じゃあ、言うわ今、検証額。なんとですよ、500万ドル。ドル、ドル。まあ1ドル150円とかそんぐらいで計算すればだよ、約7億5000万。海賊やん。6億5000万ベリー。もう自分から言ってるよ。もういいでしょ。まあもういいけど、もういいよ。ワンピースってマックス何ベリー？今黒出てるのは黒ひげの22億です。え、あ、じゃあ大したことない。22億。大したことあるでしょ。大したことないよ。黒ひげ、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 黒ひげ。現実世界で考えて7億5000万円だから。やばい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 。じゃあこの人一体何をやったかってことなんだけど。そう、そこ来るでしょ。ほら、予想してもらった方がいいんじゃない。ああ、そうだね。何やってきたの。7億だよ。そう、7億もね。そうだよ、7億の懸賞金。何したか。だってルフィより上なんだから、それ言っちゃったら。いや、ルフィより下ですよね、今。好き放題やってる。あ、分かった。島強盗。島強盗、違います。はい、島強盗。全然ちゃう。無理。まあ案外でも大したことないんじゃない。海外ってそういうの多いじゃん、なんか。いや、7億、7億相当だから。お金の価値は一緒だからね、政界の。これね、ウガンダの政府の敵として団体を作ったわけよ。神の抵抗軍っていう名前の。要は、政府を倒そうとしている組織のトップがこのジョセフ・コニーですよっていう。問題になるんだ、政府に抗ったら。神の抵抗軍なんだけど、1987年に一応結成しました。ジョセフ・コニーをリーダーとするこの組織がね。そっから結構政府と1980年代ぐらいまではもうずっと争いが続いてるわけですよ。それでの、おい！ふざけんなよ！一回待って。1980年代に戦死者の数約10万人に上ると。10万。戦争してた。国内での戦いだから、まあジョセフ、ジョセフ、ジョセフ対、もうジョセフ対政府みたいな。大乱戦。10万人出たの。そうそう、10万人。どんな試合。ジョセフ側も多いな。ジョセフ側も多いです。このめちゃめちゃ多い理由っていうのもなかなか闇です。この戦争が続いてる間に避難者合計で220万人。まあなんでね、この神の抵抗軍が世界一懸賞額いって、こんだけ世界中から注目されてるかって言ったら、やってることがもうマジでえげつないから。この徴兵するときにもうほぼ徴兵というよりかはもうさらうのよ。
さらうの、うん、もう子供とかさらってしまう、住民とか、そう、強制的に、無理やり兵士にしたりとか、女の子だったらもう無理やり兵士の奥さんにしたりとか、もう武器作らせたりとか、もうほんと半ば強制的の半ばの名の字もない。もう一つやばいことやってて、適当に村とか行くわけですよ、兵士が、うん、お前ら兵士になれっつって、もうそこでもう強制的に集めるわけ、うん、で、そこでちょっとでも反抗するやつがいたら、目とか耳とか鼻とかも吸ってくるじゃん、やばっ、最高、そうそうそう、ちょっとでも反抗するやつが出てくれば、でも見せしめか、で、そう見せしめ、こうなりたくなければもうお前らさっさと来いみたいな、この2つで世界中から非難を浴びて、はい、こんだけ懸賞額が上がりましたよっていう、なるほど、あ、それはそうだな、まあこんな感じの話を聞いたらさ、完全に神の抵抗軍悪いなみたいな、野蛮すぎるだろうって思うじゃん、うん、もうこれだけ聞いたらね、本当にこの組織だけが悪いと言っていいのかなという感じになるんですよね、あー、あるわけですね、そう、背景があるわけですよ、うん、なるほど、この神の抵抗軍が誕生した背景としてイギリスがいるんですよ、イギリス、イギリスです、そう、イギリスです、何かって言ったらイギリスの植民地時代があったでしょ、あー、ああいうのが絡まってくるわけですよ、もうやばいね、そう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 、でね、これもうね、本当世界史の話になっちゃうんだけど、はい、そのイギリスがウガンダを植民地として支配していた時代、ウガンダの南部と北部があって、一応ウガンダ全体を支配してるんだけど、南部にはめちゃめちゃ優遇するのよ、教育の機関とかを提供したりとか、南部にはめっちゃ仲良くやってるわけ、うん、この北部あるでしょ、うん、ここ北部の人にだけめちゃめちゃ迫害するわけ、ちなみにこのジョセフ・コニーっていうのは北部出身の人ね、だからこの北部の人はもうイギリスに不満が募るわけじゃん、だけどイギリスだけじゃなくて今度南部にも不満を持つわけよ、なんでかって言ったらこっちにだけ優遇いい思いをしているから、で北部と南部が仲悪くなるでしょ、この仲悪くさせるのがイギリスの狙いなの、狙いだったの、そう、これイギリスの狙い、イギリスってやっぱヤバい国だな、ヤバいね、なんでわざわざそんなことやるかって言ったら、南部と北部で争ったらさ、国全体の力がさ、こう下がるわけじゃん、弱まったらイギリスとしてはウガンダを支配しやすいわけ、だからここをあえて対立させるわけ、ヤバいね、これあの分割統治って言います、ああ、もうそういうのがある、そう、そういう言葉があって、これやってたのイギリスだけじゃないです、当時ドイツとかじゃない、ドイツとか、そう、ヨーロッパ、もうほぼヨーロッパ全体がもうアフリカ、あ、そのアホやなみたいな、いや、ベルリンの壁のやつじゃないの、あれ、なんか急に出てきたから1985年まではこのウガンダの国全体の大統領やっていたのが北部出身の人だったと、その数ヶ月後にこの南部の人が大統領に立候補して、こっちが大統領になりました、南部の人が、だからもう一気に南部が政権を握っているわけ、それでどんどん南部の人も北部の人が結構疎ましく思ってるから、どん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 迫害するわけ、南部も、で、これでもうピーク、我慢のピークに達したわけで、もう、うわ、もう終わりだってなってる時にジョセフ・コニーが立ち上がった、おっていう感じです。で、なんでこんなにジョセフ・コニーが支持されたかっていうと、うん、この人はね、その霊媒っていう、霊媒師の霊媒、私は神の声が聞けるんだみたいな、私についてくれば間違いなく幸せになれるんだよ、イギリスからも、南部からも迫害されて、もう限界なわけ、北部の人は、うん、だからそういう人が出てくると、うわヒーローだみたいな感じになる、でそれでどん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 集まっていったのが誕生したきっかけだね、大まかな、とは言ってもやってることが悪いからもう全然あれなんですけど、ダメなんですけど、そういう背景がありましたという、はい、政府の人と北部の人で、まあ、争いが続いてたんだけど、まあ、結局やっぱ政府には勝てないと、結局負けてしまって、今はその組織はどん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 縮小していってます、で今はコンゴ民主共和国で、あの組織として動いているんじゃないかって言われています、まだいるの、まだね、います、え、女性のまだ捕まってないです、え、あ、そこだ、ナウの懸賞金なんだもん、行けよって何だ行けよ、捕まえに捕まえに、え、でも、え、どう、お前入らないかって言われたら、お前やって言ったらもう7億やもん、まあまあそうだね、そうだよ、簡単に言ったでしょ、行こうだからあれですよね、世界一懸賞額高いって言って悪名高い感じになってるけど、まあそんなグループもこういった原因があったこと、原因があったから、結局悪いのはどっちなんだろうっていう話ですよね、だからこの判断はもうあなたに任せます、そうだ、人任せしろ、そこ次第じゃない、いや、なんか次第キモいなと思って、ちゃんと気持ち悪いあなた任せ、いや、すごいです、いや、すごいでしょ、なってことにびっくりしました、うん、まあ、そうか、まあまあまあ、年を見てもまあ、生きてる可能性もあるわな、今でまだ7億の懸賞金がいるっていう、まあ、イギリスが産んだよね、
そうだから結局だからそういう人の過ちがね、こういった惨劇を、タツキと話してるの、こういった惨劇をタツキと話してるのかも。そうなんだよ、展開してしまったんですよ。俺らはこの後深く話せるこの話。あ、そうだね。あの神にはね、勝てるんだけどね、ジョセフ神には、うん、ジョセフコニーはやっぱジョセフコニーって言うと、うん、そう、うん、スーダンでもう主役いねえからもう閉まらない、これもう、ね、ワンピース教えてあげるよ。いやいや、なんでどんどん入れながら、やべ、これなんか最後俺ワンピース話しようぜ。あ、俺もワンピースさあ、どんな締め方してくれるんでしょうかという、はい、見ものですね。じゃあ、おさらいしてよ、おさらいまとめてね、おさらい。まあこの事件ちゃんと話聞いてたのかどうかっていう、気にするちゃんとおさらいを。この事件ワンピースは気にしてる。もうすげえこの事件。あと、あの世界のあー話してるでしょ今、一人残されるここで怖い。ちょっとまとめて。あ、もうこれで終わると思ってた俺。さて、この事件